ちは。はい、豊さん、はい、まあ、クライマックスシリーズのファーストステージはもうずっとエスコンで疲れねえもうね、気持ちが入っちゃうからねえ、あ、疲れちゃったもん。しかも3戦までやったので、3戦解説したってのは初めてだと思うよ。3連続2連戦まではあるけど3戦は3戦っていうのはなかなか覚えてないんだよ。しかも2戦目のもう9回の途中までは、うん、あ、帰り自宅だもんスーツケースみたいな。ねえ、でもあれは本当に万波選手のまず一発で追いついて、破壊力あるなぁ。ましたね。まあ1戦目は、うん、でも佐々木朗希の変化球をきっちり狙って2本打ってたよ、うん、はい、あ、そっかそっか。だからもう調子は良かったんですよ、ね。まあ、調子というか調子じゃないな、やっぱ彼の持ってる能力だな。あともう一人、やっぱりこの3戦目で、はい、まあ、お立ち台ヒーローインタビューにも涙しながら話してましたけれども、はい、清宮選手、うん、はい、やっぱやっと彼の実力というか、うん、はい、実力通りの力が発揮できるようになったという。ようやく。だからみんなね、調子がいい、成長した、うん、なんて言うけど、うん、俺はやっぱ彼の能力をやっぱ信じてたというかさ、はい、ただやっぱ環境がどうのこうのって思った時期もあったけども、うん、実力通りの力が出せるようになってきたな。そうですよね、うん。まあ、清宮選手はね、本当にあの新庄監督に変わってからも迷われていて、柳田選手のフォームっぽくしてみたり、一緒にね自主トレやっているので、はいはい、なかなかこううまくいかなかったりとか、うんうん、すごい長いこう苦労した時間時期を過ごしてここまで来たのかなっていう。まあ、時間はかかったけど、うん、これからはやっぱ清宮幸太郎、めちゃくちゃ怖いバッターだよ。もうそれは今シーズンのこの試合の打撃を見てとか、オールスター前の ZOZO でやった時の2本のホームラン、はいはい、そのホームラン2本を見て、うん、オールスター明けやったかな、その2本打った時に、はい、あ、これはもう来たなと思って、実力通りの力が出てきた、はい、高校時代の雰囲気を作り出してきてるって、うん、高校時代で3桁打ってるからねもうすごい、おかしいだろ、3桁だよ。そうですね、うん、プロに入ったらね、ボール引きつけてっていうかタイミングがあんまり取ることがうまくなくて、うん、とにかく引きつけてボールを強く叩くっていうことだったんだけど、今こうスローでこう捉えながら持っていこうとするよね、うん、はい、まあ、そういうタイミングっていうことも掴んだし、うん、まあ、佐々木朗希のまっすぐ変化球みんな苦労してたけど、はい、しっかり両方とも捉えられたのはヒットにはならなかったけどね、対処できてたのは清宮だけだもん。あ、そうだったんですね。そうそうそう、まあ、マンちゃんはその変化球を狙って打ち返してたけど、うん、はい、ただ狙い球がこう絞れてたっていうね、うん、データ的にも変化球が多い、うん、だからもうそれを当然狙っていく、それを捉えてたんだけど、清宮はそれも頭に入れつつやっぱ自然体で立って対処してたよね、うん、だからここら辺の違いはバッターの質としてねちょっと違うんだけども、はい、来るんだったら来いっていうような形で待ってたのは清宮だ。それヒットにはならなかったけど、やっぱこう捉えそうになってたのは清宮だよね。その片鱗っていうのはもう去年からあったんですか、それとも今年からなんですか。いや今年だな、去年もう多少はこう良くはなってきてるな、でもこうじゃないだろうっていうのはあったよ、うん、でもね今年は的確になったよ。それはバッティングフォームは変わってないんですか。いや変わってる、それも変わったんです。やっぱこう振り方、振る角度が変わってる、体も前に突っ込まなくなったしね。で、ある程度縦振りで振り出して、はい、だからまあ結局こういうことだよ、うんうん、去年もやってたんだけど、こういうことが形になってきたということ、うん、振る形っていうのもこうハマってきている。あの今年キャンプで出遅れて、はい、前半はやっぱりファームで長くて、はい、そのファームの期間中に掴んだっていう。いやそうだろうな。だから新庄監督もね、もう上げてもいいんじゃないかなと思う時期があったんだけど、はい、意地になって上げなかったよね。だからこれはやっぱね、多分新庄監督もファームの情報とか、はい、タブレットとかで多分見てると思うんだけども、これもうちょっと置いといたらもっと良くなるんじゃないかってい う、まあ、そういうことも感じ取ったんだと思う、はい、上げてからもブレイクしたもんね。しましたね、まあ、ブレイクじゃない、実力が出たもんね、はい、うん、打っても、あ、打って当然だなと思うんだよ、ヒットは。あ、角度が上がんなかったって、うん、残念があるような感じになってるんだよ、みんなが。もうガラッと変わってますね。いやだからもう全然違うって。これはねやっぱ成長云々っていうよりも、やっぱ彼の持ってる能力が出始めてきてるという、うん、そういうふうな捉え方をしてもいいと思う。あとは3戦目、あのヒーローインタビューお立ち台に立った時の、 あの追加点であったりとかも、あの初球
言われてるとか、ね、俺感動したのは、うん、浅間が見逃し三振したんだよ、うんうん、前日のヒーローが、はい、次のバッターってねものすごく嫌なのが、はい、やっぱ初球から行ってボン出したら、はい、向こうめちゃくちゃ助けるような形になるんだよ、はい、だから勇気ってなかなか持てないんだけど、うん、本当に初球からよく打ってくれたよな、それがなりましたからね、乗ってくれたよなって言ったらロッテの人に、そうですね、そうそうそうですね、あの申し訳ないんだけども、うん、よくあの踏ん切りよく初球から甘いボールをいけたよ。やっぱね育ちがクリーンアップなんだよ、また4番なんだよ。どういう状況に立ってもランナーを返してチームを勝たさなきゃいけないっていうのが、うん、小さい時から身に染みてるから、うん、あの初球いけたんだと思う。やっぱ育ちだよ、俺なんか絶対いけないもん。いやいや、それ甘いボールが来たら打とうとは思うよ、はい、まあ、だけど状況はあまりにも、え、浅間三振しちゃったよみたいな、うん、そうかみたいな、うん、初球から集中してるけども、うん、ちょっと勇気が持てたかどうかっていうのは不安だな。いや、それはそのやっぱり育ちというか、いや、もう4番だからもう早稲田で来ててっていう、そう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 、感動して泣いてる。そう、あの涙はどんな風に捉えてました？やっぱ苦しい戦いでね、うん、彼もいっぱいいっぱいの中でやりながら、うん、最初にもう大好きになって詰まって、最初の言葉がファントって言ったじゃない、はい、あ、この子頭のいい子だなと思った。育ちもあるんですか？育ちもある。で次にチームメイトの人間、うん、人たちとって、うん、まだ野球が続けられる喜びが込み上げてきたっていうね、うん、やっぱ純粋なんだろうな、うん、純粋な気持ちだと思うよ、うん、彼はね。あと新庄監督になる前、はい、あの成り物入りでというかドラフト1で入ってきて、でも本当に結果が出なくて、でもあれはね、うん、結果が出ないって当然結果が出ないよ、うん、それはねレベルが違うところにレベルの低い人間を入れると、はい、もう七転八倒するよ、もう訳分からなくなるよ、うん、いやそうじゃなくて焦らなくてよかったんだよ。そうか、1年2年、うん、まあ、俺は2年で完成したと思うんだけど、うん、極めのセンスを考えるとね、あれが堂々巡りしちゃったよね、はい、でいろんなことを言われる、うん、ね、いろんなことをその外部からも言われる、うん、もうそうなんだ、もう迷っちゃったよね、はい、でもバッティングを一つに絞ったんだ、うん、これを完成させなきゃいけない、それが形になっただけの話です。それはかつて彼が高校時代にやってたことなんだよ、うん、もうこれから清宮幸太郎、うん、ワールドになってくる。うわー、ようやく、はい、ようやくそうですね、うん、かった、それを見られるの嬉しいですよ ね、 あ、 そうだね。あとはもう一人、万波選手、もう、ま、メジャーに一番近い人間かもな。仮面が取れるわ、この子は。あのホームランは間近で見ててどうでした？ワンアウトランナーなし、うん、はい、こうやって見てて、うん、まあ、中継してて、まあ、万波のホームランしかこう追いつくチャンスはないなと思ったんだよ、うん、こっから連打っていうのは苦しいわなと思いながら、うん、まあ、例えばランナー出て磯畑、うん、ダイソーってなってくるとほら1点取れるかなっていう期待はあるけども、はい、これはもう一発しかないと思ってたら、あの初球からいけるあの勇気とかっこよさだよな、うん、かっこいきましたね。めちゃくちゃかっこよかったよ。でもあれ、あのヒーローで浅間選手も見ててクソかっこよかったですみたいな、いや、かっこいいよな、あ、言ってたので、いや、まあ、もうホームランしかないで、まあ、見ててホームランしか狙ってこないだろうなと思ってた。ピッチャーを曲がさすんだ。そうだったんです。いや、普通冷静に考えたらよ、うん、あそこが入ると思うですよね。でもそれはやっぱ万波が引き寄せたという、うん、はい、引き寄せの法則で引き寄せたという、うん、そんなボールになっちゃったけどもさ、はい、それを運ぶあそこに、そうですね、だからまあそういうこともできるし、うん、まあ、メジャーに近いっていうのはもちろんその守備抑止力があるよね、はい、もう万波にどこ行ったらみんな止まるもん、いけないですね、いけないもん、うん、みんなコーチ も止めるしさ、はい、で一塁ランナーもライト前で、え、万ちゃんみたいな、はい、止まるもん、うんうん、あれだけでも違うと思うよ。そうですね、いや、メジャー行ってもやっぱ肩の力っていうのはやっぱトップクラスだと思う。だからもう本当にあのすぐ、ね、メジャー行っても固定で使ってもらえる。いや、もう守りに心配ない、あとは打つだけだよ、ね、うん、でも速いボールも強いしさ、はい、まあ、メジャーに近いだろうなと思うよ。あの今シーズン後半のどこかやっぱりちょっと調子が悪くてスタメンから外れる場面もあったりとかもありましたけれども、またね、調子を上げてくるっていう
腐らないね。うーん、やっぱこう、そういう状況でもチームが勝ったことに対してすごく喜びを表現するし、はい、ベンチにいても勝つためにベンチにいるんだ、うん、出ててももちろん勝つために野球やってるんだみたいな、はい、本当にベンチにいても必要な選手だし、うんうん、だから純粋に野球に対して向き合ってるし勝ちたいという気持ちが強い子だよね、うん、だから見ていて本当に好感が持てるし、はい、まあ、いつも行ったら話をしてくれるんだけどもさ、うん、本当に好感が持てる、うん、豊さん的にはじゃあ今挙げた2人が日本ハムの中で、うん、その例えばメジャー行きたいっていうんであればメジャーに近い選手、まあ、近い選手もう一人は水谷だな。まあここのところね、あの状態的には落としてるけども、うんうん、やっぱ彼の持ってる能力っていうのはすごく高いものがあるし、はい、やっぱ彼のなんていうのかな、この気持ちの乗っていき方非常にいいしね、はい、クライマックスシリーズはちょっと考えすぎてよくなかったけど。ああそうでしたね。1戦目にスタメンででしたっけ。そうだそうだ、はい、うん、本当全部スライダーでやられたけどね、はい、まあ水谷にも聞いたけど、はい、どうするとか言ったら、意外と変化球ピッチャーかもわかりませんけど、まっすぐ来るんですよって、こいつ考えてんなと思って、ほんと本能で行けばいいのにみたいな。交流戦の時は、いやもう行くだけですみたいな、あもう純粋にこう、もうとにかく来たボールに対してっていう、考え出してた。そうすると、迷いとか、いろんな邪念が入ってきちゃうんですね。そうそうそう、懲り子になってきて、お前はお前の能力を信じて、うん、とにかく行けみたいな、うんうん、まあそういう方がいいと思う。考えすぎて、もう打てなかったら髪の毛くれとか言ってそうこうやつ、ね、ここに乗せるわよ。嬉しくないですよね。羨ましい。ちょっと待って。あ、すいません。じゃあ乗せたいですよねってどういうこと？違う。いや、まあ、そういうね、はい、まあお茶目なところもあるし、はい、だから彼も性格的にはなんかこうメジャーに向いてんなっていうね、まあ、そんな感じはする。そうですね。新庄監督も、うん、あのインスタグラムで水谷君をメジャーに行き、はい、行かせるべく教育しますっていうふうに話されてたように、うん、まあそうだね、メジャーに近い選手っていうことなんですね。まあそうだな。マンちゃんは、うん、まあ、守備もできるしバッティングの方もね、はい、パワフルだし、うん、清宮水谷っていうのはバッティングはいいけども、はい、やっぱ守備に課題があるよね、うん、だからもう本当に行きたいってなるとやっぱもっと守備に力を入れてね、はい、まあ、本当にうまくはなってるよ、うん、水谷もうまくなってる、清宮もクライマックスシリーズでね、ああいう大きな舞台で本当にうまくさばいてたよ、はい、うまくはなってきてるけど、もっともっと上をね、まあ、バッティングをこうほっといてもこう2人とも成長していくし、はい、だあとは守備だな。そうですね。そしたらもう確実にいける。おお、楽しみですね。でも行かせない。なんで？いや、日本ハムの魅力がなくなって。いやなんかやっぱみんな行くと寂しいよな。まあまあ確かにそうですよね。ただやっぱり活躍してる姿を見ると、はい、まあ、日本ハムといえば、ね、ダルビッシュ有投手も行き、まあ、まあそうだな、大谷選手も行きっていうのがあるので、また万波選手、水谷選手、それから清宮選手見たいなっていうのはありますよね。まあ、バッティングはね、清宮は絶対メジャーでも通用する。ああそうなんです。絶対通用する。本人的には行きたい気持ちっていうのはどうなんですかね。まあでも彼はやっぱこう紳士だし、うん、頭のいい子だから、うん、自分で日本ハムでしっかりした成績を収めて、うん、貢献してから多分彼は行くと思う、うん、行くにしてもです、ね、行くにしても、まあ万ちゃんもそうかな、うん、水谷もそうだと思うし、全員、うん、彼らが共通していいところはやっぱポジティブだし、はい、人間的に魅力がある、はい、話をしててもね本当に魅力がある、うん、だから頑張ってほしいっていうふうに思う。そうですね。プラスアルファね、日本代表に選ばれている選手っていうのもいる中で、はい、この3人が日本の代表っていうところも見たいですね。まあまあそうだ、見たいな、うん、はい、近い将来きっとそうなってくると思います。はい。